してそれがですね、これ私が今こうやって噂の話で言ってる話で、あのレベルではなくて、この西東京市のこの市議会の議会において、まあ無所属の議員の方がこの池澤市長に、統一教会についての話をですね、議会でですよ質問をしたと。でその中で池澤市長はのらりくらりと統一教会とはお話をしましたけれども、選挙協力を伺ったことはない、あくまでも今の皆様の、政治の意見を聞いただけだという白々しい嘘を方面をこいておりました。このような方が西東京市の市長を今、についておりまして、権限を振るっているということでございます。こんなことでよろしいんでしょうか。その中でも私はですね、創価学会という団体に属していました。でそこで、私はあの統一教会というほどではないですが、今大胸ですね、振り返ってみると創価学会に献金をしてくれと、まあ言い方がちょっと違うんですけどね、まあ要はお布施ですよ、創価学会にお布施をしてくれというような話で、私も今の今までトータル500万円ほどですね、500万円ほど献金させていただいておりました。いただいておりましたっていうのも何なんですけれども、そしてね、私の長生きなんかはですね、今の今までトータルも4000万円以上献金をしております。宗教勧誘をする、そして、創価学会で信心をしないとあなたは地獄に落ちるわよ、もっとねお布施をしなさい、財務と言われているやつでございますけれども、高額献金を募るというような、まさに皆さん最近ね、まあバラエティ番組等で何か見たこと、あのワイドショー等で何か聞いたことありますよね。そうセクトのね、マザームーンの統一教会の言っていることと全く同じでございます。このようなことをですね平気でしてきているのが創価学会でございます。このような創価学会といういわゆるカルト宗教、人々に害悪を与えるような宗教教団が、これが実は今現在国家権力に結びついているというか、国家権力そのものになっているんです。生まれてきた子供が障害を持っているとね、この障害を持っているのは過去生、つまり前世というやつでございます。昔生まれてくる前に創価学会を批判誹謗した罪罰でですね、障害を持って生まれてきてしまったんだなどと言ったですね、本当に障害聖徳者のお持ちの親御さんを冒涜するような、人権を踏みにじるような、そのようなですね、スピリチュアルハラスメントを平然と宗教的な名前のもとに罵倒してですね、じゃなければですね、創価学会に入らなければこの子供じゃなくて次の子供もまたね障害者に生まれてくるんだよなどといったですね、呪い脅し呪詛でございます。このようなことを平然としてきた、コンプライアンスを無視してきたのが創価学会でございます。創価の呪いがですね、もう30年間溶けていないという恐ろしい液になっておりますので、まあ、こう言うとねその近辺の方には大変申し訳ない気はするんですけど、多分新富士駅の周りに何かお店とか建ててもね、まあ1日に1人入ってくるかどうかっていう、駅前っていうのはね必ずお店建てれば何かしら、駅前にあればラーメンあればなんかお客さん入ってこれるじゃないですか。それすらも危ぶまれるという池田の呪いが新富士にはですね、もうあの油だぬき油だぬきがこう、まあよくうどん屋さんとかね、あの
油だぬきのなんかあの置物とかありますよね、こんなね、うん、玉が、うん、まあ悪い悪だぬきのですね呪いがですね、うん、あそこにはかかっておりますので、うん。